行く。カンボジャマスです。トヨタの中村です。カンボジャのコンちゃんです。今日は愛知県豊田市にやってきました。ありがとうございます。ようこそ。いらっしゃいませ。今回はね、前衛の足の使い方をね、ちょっと紹介していきたいなと思います。よ前回ね、一緒に撮影した時に上半身の使い方とかラケットのさばき方みたいなね、ことは紹介をさせてもらったんですけど、まあ、足の使い方とか立ち方みたいなところってあんまりね、詳しく説明をしなかったので、今回は足の使い方とかポーチに出る時の、ね、体のこう立ち方とかそういったところも含めてやっていきたいなと思います。はい、指導者の方もその足の使い方とかを具体的にわからない方いるかもしれないので、まあ、指導者の方もぜひ参考にしてみてください。ということで今回は前衛のポーチボレーの足の使い方やっていきたいと思います。はい、レッツゴー。レッツゴー。はい、まずね、前衛のポジションへの立ち方について解説をしていきます。前衛の立ち、ポジションに立った時の立ち方なんですけど、まあ、こうラケットを上げた方がいいのか下げた方がいいのかとか、ここのスタンス幅はどれぐらいなのかっていうのが、ね、気になっている人多いと思います。まずね、結論から言うと、このラケットの位置っていうのは自分がこうスムーズに、ね、ラケット動作が出せるところであれば、まあ、多少低くても上がっててもいいっていうのが僕なりの結論になります。この足の幅についてですね、足の幅はよくね、これでスタンスが広い人もいればこのようにね、狭い人いると思うんですけど、まあ、これもね、人によってどういうふうにね、足を出すことが一番初速が出るのかっていうのが違うので、まあ、一概にこれがいいよっていうのは言えないんですけど、まあ、考え方として、覚えておいてほしいのは、こうかけっこ、まあ、かけっこっていうか、まあ、こう走るときですね、走るときにこういうふうに構えると思うんですけど、まあ、クラウチングスタートはまた別なんですけど、こういざ走るときにこういうふうに足を前後に入れ替えたり、まあ、左足が前の人もいれば、こう右足が、ね、前の人もいると思うんですけど、まあ、この時のこう走るときのスタートっていうのは、自分が1本目を早く出すためにこういうふうに、ね、構えるので、まあ、それと同じぐらいのスタンスを取るようにしましょう。でそうした上でこう1歩目がね早く出れば、次のね、ボレー行く1歩目が早くなってボールに追いつける確率が高まるので、その初速を出すために、一番自分の 足が早く出るスタンスを自分の中で見つけることを意識してみてください。それも踏まえてね、ちょっと足の使い方も、これから全員のポチボレーやっていきたいと思います。それじゃあいきます。はい、じゃあここからのポイントなんですけれども、右足に注目してほしくて、で右足の走っていく前に方向づけ、走っていきたい方向に方向づけをするのがとても大事なポイントになってきますので、そちらを注目して見てください。お願いします。はい。
ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？いやもう人生変わりました本当に悩んでて、うんうんうん、本当にこの撮影始まる前にマサトさんにお悩み相談としてこの話をさせてもらったところはあったんですけど、ポーチの時に右足が邪魔で左足が出ていかないっていう悩みがあって、それで先を通されることが多かったんですけど、この方向付けで先が取れるようになったので人生変わりました。ありがとうございます。いやでもこれ多分本当知らない人多いと思うんですけど、ポーチって動く範囲が本当に 2-3m、まあ、ないし 4m-5m ぐらいしかないので、その距離の中でどうやって触れるかって考えた時に、やっぱ本当にそこまでのスピード感っていうのは多分そんなに大きな差は出ないんですけど、そこまでの足の使い方、そこまでの準備によって最後のね一歩を取るかどうかっていうのが決まるので、本当に今仲間が言ってくれたんですけど、この方向付けっていうのがもうめちゃくちゃ大事で、さっきもね動画の中で右足にフォーカスした動画をちょっと流させてもらったんですけど、タイミングでこう右足の設定をすることによって、この遅れ、クロスステップの左足が出ていって、で最後大きく伸びれるっていう風につながっているので、ちょっとここはね前衛の人は見逃すのではなくて、ちゃんと意識して方向付けをしてから、クロスステップを入れるっていうのを意識してほしいなと思います。はい、この動画がいいねと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。